プランバナーの敷地内にグラブのピックアップポイントあるんで、ここで車呼びました。6万3000ルピアでした。行き先は泊まってるホテルネオマリオボロまでです。もうジョグジャカルタの駅の近くですね。トゥグ駅の、何年ぐらい住んでました？ブラパーラマ？ディジパン。ディブン。ディジパン三、ティガタウイ。ティガタウン。いや、ゲーム。三年ですね。いや、オッケー。マカシマ、三年でした。忘れました。すごい。疲れた。上手ですよ。疲れた。現場。あ、現場。おー、鉄筋社協の工場。働いたんです。お金貯まりました。ああ、少しね。それで切る。少し結婚資金して、うん、ちっちゃいの家建てた。作って。大変でしたか。そうです。日本は。で、なんだか、マジなんかのは、面白いね。面白い。寒いでしょ、冬は。すごく寒い。No, no, 寒いよ。リンギンスカリー。埼玉県です。埼玉県、夏は暑いしね。雪が少しだけ。そうだね。埼玉は雪が少しだけだね。今寒いですね、日本は。そうですね、今だんだん寒くなってきますね。今11月、12月、1月、2月、ジョグジャカルタはいつが一番寒いんですか？涼しい時期は何月？ジョグジャあまりない。暖かい、ね、暖かいか暑いか暖かい疲れた。もう一度行きたいけど、ね、もう無理ビザが難しいです。ああ、そうなんだ。だから3年間終わったら、私韓国。韓国、次はね、韓国。次の韓国で。韓国の方がビザは簡単？少し簡単。話したら韓国語も喋れるんですか？ええ、喋れる。韓国にもじゃあもう働きに行ったことあるんですか？ええ。韓国は何年？韓国5年。ああ、5年、うん。日本に3年。本当は私の田舎はジョグジャカルタじゃなくて。それ今な？スマトラ。スマトラ。最大のスマトラ。イスリー、ジョグジャ、ワイプはジョグジャ。そうか、奥さんがジョグジャ出身なんだ。ジョグジャ、チェレジョグジャ。スマトラで今な？ランプン。グラブは空港に入れないんですね。ダメなんでしょ？そうですね。何かタクシーと、ね、だから外まで出てから乗りました。ジョグジャ空港は同じぐらいですよ。同じぐらい。ピックアップはダメ。そうなんだ。外なら OK。 少し歩いて、ルームサービス頼んじゃいました。これがバッソーで、これがアヤムバカール、鶏焼き鳥ですね。料金はアヤムバカールがご飯付きで4万5000ルピア、まあ400円ぐらいかな。でこっちがバッソーサピ
牛肉入りの麺ですね。バッソーがもこれも4万5千ですね。4万5千ルピアなんで両方で9万。これにサービスチャージとかタックスが入って全部で10万ちょっとでした。だからだいたい800円ぐらいかな。まあルームサービスってこと考えれば安いんじゃないですかね。じゃあいただきます。有料チャンネルあるみたいですね。こういうサッカーなんかの重要な試合見ようとするとこういう画面が出るんで、6万ルピアみたいですね。500円弱。 NHK はないかな。まあね、普段全然テレビなんか見ないです。日本にいてもまあ見ないですけど、旅行中もね、ましてや旅行中見ることないんでね、全然いらないんですけど、テレビなんか。テレビはあっても冷蔵庫ないっていうホテル多いですけど、逆に冷蔵庫あるのにテレビがないっていうところはなかなかないですよね。まあこれは冷蔵庫がね、電気代が高いんで、ただそれだけの理由だと思いますけど、冷蔵庫は置いてないところは多いですけども、テレビは結構どこでも安いホテルでもついてますよね。個人的には全然いらないんだけど。まあ、インドネシアだとこういう路地はガンって言うんですよね。ロス麺、こういう中には安宿がたくさんあるんで、バックパッカーなんかこういうとこ泊まってると思うんですけども、モータモータイバイクプライベートカーか。アントレアホテル、これ今シーズンオフなんでね、全体に旅行者少ない感じがします。どこもよく似てますよね、こういう路地の作りっていうのは。時計がないね。Thank you.
それでガンの出口まで出たんだ。さよならジャパン。